こんにちは、まどかよりこです。コロナと体シリーズの第2弾、西式健康法についてお伺いしておりますが、今日はその第2回です。渡辺寛治先生にまたお話をお伺いしたいと思います。先生よろしくお願いします。前回ですね、腸の中を空っぽにしておく時間が長い方がいいと、それも16時間ぐらいしておけば腸の中でお掃除をしてくれる、フル活動して腸をきれいにしてくれる、で腸がきれいになれば、免疫力が高まってコロナにもかかりにくくなる、まあ、つまりインフルエンザにしろ風邪にしろコロナにしろ、みんな呼吸器系のそのウイルスがあんまり体に入ってこないんじゃないか、そういう話を伺いました。でも先生ね、私の友達なんかもみんな結構女の人便秘にがちな人多いんですよ。3日も4日も出ないなんて人もいるし、私はとにかくずっと毎日便秘したことがなくて、そういう意味ではすごくみんなに羨ましがられてるんですが、その15時間腸をきれいにしておけば便秘もしないで済むということなんでしょうか。まあ一つはそれですけども、このあとやっぱり足腰を動かす、運動ね、もちろん運動も大事ですね。はい、そしてあと水分を合間によく取る、まあ、水分といってもだから水と、時のあのお茶、要するに刺激物の入ってないような、柿の葉茶っていうのは緑茶の4倍ぐらいビタミン C があるそうですね、それでいて刺激物カフェインがないからすごくいいものらしくて、まあでも先生やっぱり、15時間とか16時間空けるって言ったら、夕飯がまあ大体現代人は遅くて、会社から戻ってやっとまあ8時とか8時半ごろ夕飯が終わって、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、あ、お昼近くになってしまいますよね。当然朝ごはん食べられませんが、朝ごはんは抜いた方がじゃあいいんですか。抜いた方がいいです。いいですか。でも世にいろいろはびこっている説では、朝ごはんを抜いたら力が出ないとか、そういうことよく言われるじゃないですか。それで健康に悪いとか、それについてはどうですか。まずはあれだ、食べないから力が出ないっていうのはどうも間違いだと思います。あ、そうなんですか。でよく例として使われるのが、学校のテスト、朝ごはん食べたグループ、食べないグループ、それで比べると、食べないグループの方が成績がいい、悪いぞと、食べないグループが悪いって、食べた方が成績がいいぞと、そういうこと言われるわけですね。そういうのが出てるんだ、出すんだけどね。ただこれはあれだ、糖が入ってくると集中力が戻るんですよ。だから要するに集中力をつけさせるためには、一つの手かもしれない、朝ごはん食べることが、だからだけれども、体にとってはいいことなのかどうか、要するに腸にとっては負担になるぞということだ。なるほどね。ほとんどの人たちが朝ごはん食べろって言って、さっきの成績との関連でよく出してますけど、実は山林で働いてる人たちでものすごく食べたグループと、で食べないグループっていうのは食べちゃいけないって、食べたら食べなければ仕事ができないだ、そんな重労働はって言ってた人たちが、いや、やってみてごらんって言ってやったら、全然食べたグループより食べないグループの方が走るのも早かったりとか、実はそういうデータもあるんですよね。もう一度その朝ごはん食べない方がいいのか良くないのか、それについて第3回でお話をしてみたいと思います。今日はありがとうございました。